こちら空母ブルーリッジ2。この通信が届くアンドロイド部隊支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大破、行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求め。反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵どこに。何あれ。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。トゥービーさん、衛星レーザーの直接攻撃承認がおりました。でも敵の発生する電磁波迷彩で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に
超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。トゥビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トゥビー、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。
まずいですよ。ここを離脱しましょう。巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんですが、結局我々も暴走を止めることができなくて深海に投棄されたのですが、上陸を試みているようですね。そうか、トゥビー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。ナインエスが戦線から来た脱走兵として司令部に登録することを提案。ダメ、ナインエスには考えがある。トゥビー、僕は空母に搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。
通信途絶。墜落したヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。